多分普通の人は何も考えねえんだろうね。あ、俺はだからずっとこいつはこういう性格だからこうだとか。ね？言ってんじゃん。切ってるやつだとか。しょうがないじゃん。切ってるやつは、よく言えば発電機が、あ、信用しなければ回すんだよ。信用してたら回さないんだよ。で、その特性があるんだからどうすればいい？簡単なんだよ。ミラーを発電機の信用しないところに、つけてやればいいんだ。まあ、つまんねえから、次のゲームか。受けましょう。レースアゲラと回復した方がいいと思いますよ。言うは、高速移動だから。まあ、うまく立ち回る人だと、2回簡単に当てられる可能性ありますよ。パンパンだときつい。パンパン状態。まあ、最後終わらせよ。時間もったいないし。真面目にやるならね。レースなんかと真面目にやる気ないから、俺は次のゲーム行くけど。やられよーっと。まあ、かわいそうだから助けに行くけど。おかわり。こういう手口しかしないでしょ。いや、ほんとつまんないスタイルのやつだよね。こういうのが嫌われんだろうね。本当につまらないスタイルのやつだよね。ずーっと負傷をばらまいて、何が楽しいんだろう、こんなのが。ああ。僕もやるとこね。ああ。本当にねえよな。だってあそこ回してるやついいんだもん。もう回復しろっつってんのにもう言うこと聞かないんだもん。まあ終わったら次のゲームをとお腹すいたっていう。レースなんだから、トンネルとかキャンプとかお手のもんだろうよ。ここにいないと思って信用しない奴に対して、どっから来てるのか。どうそう。ずーっとキャンプやってるってことでしょ？キャントンを。こういうせこいやつがレースだから。キャントンしかしない。てこさん。言葉が出ない。
間が無駄だなぁ。もう、こんなの戦ってるだけで時間のマジで無駄。いやー、つまんなすぎてマジで次のゲーム行きたいんだけど。まあ次のゲーム早く行きたいなー。もう来るよー。まあいいか、もう来て。撃ったのに効かねえなこいつ。知らねえのかな。ジャンプトンネルキラーですよこいつ。出るよ。早くこういうの時間が無駄だから抜けたいんだよね。悪いね。回すわ。とりあえず二人が抜けてね。チームのためにやるわ。俺がやらなきゃ意味がない。レベッカのやつも頼むから近場入ってくんねえかな。近く作りてんだ。この人の危険が行く行動は助かるんだけど。レベッカが入ってくれないと価値格が作れないんだわ。メロディーの危険を引いたから貴重だったけど。いや、抜けられる。あれだ、エムト。よし、これがヒエロちゃんデッドバイバイスーパーエース。状況判断の塊、ヒロちゃんといればチームは勝つ。全部9大点のプレー、全部もう高得点上回るプレー、理想のプレイヤー。
そして判断能力の高さ。これがヒロじゃん。レベッカってね、どっかに隠れてたの、こいつ。ね、呆れ返るよね、人に任せて。ゲート上げねえやつって。呆れ返るよ、ほんと。メメント。あ、いいんじゃない今日は。終わり。ありがとうございました。終わります。5時間過ぎるんで。